13頭ゲートの中ですスタートしました内から3番のユニコーンライオンがまず前に出ました8番のショーナンバルディ外からは11番のクラージュゲリエ12番のアメリカズカップ その後に6番のブラバスこのうちに5番はワイプティアーズ7番のサトノソルタスが外からあとは13番サンレイポケット各馬1コーナーに入っていきますペルシアンナイトブラストワンピースは後方寄りの位置取りそのバグの中にヒンドゥタイムズ後ろから3番手です2コーナーカーブ先頭は3番のユニコーンライオン ペースを握ってリードは1馬身2番手、8番、湘南バルディ3番手、11番のクラージュゲリエ2番手のソトという位置になりましたその後12番のアメリカズカップこのインコースに6番のブラバスと5番、ワイプティアースで向こう上面あとは7番、サトノソルタス中段、真っただ中あとは4番のペルシアンナイトがいて1馬身後ろ、拉致沿いに1番のブラストワンピース外からは13番、サンレイポケット今日は中段後ろ寄りの位置後方寄りですあとは番番ヒンドタイムズそして2番のアフ 失礼10番のペプチドーキッドと続いていますスタートからの 1000m62 秒9というペースほぼ1段で3コーナーカーブ先頭は3番のユニコーンライオンリード1マシン半ほど2番手は8番のショーランバルディ3番手は11番のクラージュゲリエ外から12番アメリカズカップ3番手の外インコースからは5番のワイプティアーズあとは6番のブラバス7番のサトノソルタス4コーナーへと向かっていきます 前は3番のユニコーンライオンピッチを上げて3シンから4馬身リードを開いて直線コースに入りました8番、ショーダン・バルディを追ってくる3番手からクラージュ・ゲリエ内に潜り込んで5番のワイプティアーズそして6番のブラバスさあ前は3番ユニコーンライオンリード4馬身ですが2番手は8番のショーダン・バルディそして5番のワイプティアーズ200を切りますあとは6番、ブラバスそして里のソルタスクラージュ・ゲリエですが3番のユニコーンライオンリード4馬身2番手はショーダン・バルディ内に潜り込んで1番のブラストワンピースに2着争いユニコーン ライオンゴールイン2着8番の湘南バルディ3着1番ブラストワンピース誰も影を踏めなかった3番ユニコーンライオン逃げ切りがち